ここからは引き続き私レーネがナビゲートするラシックセンチュリーセッション、2013年新年一発目のゲストはアンドロップの皆さんです。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。明けおめ、明けおめ、せーの、明けおめ、おめでとうございます。バラバラ、ダメだこりゃ。さあアンドロップの皆さん、ラシックセンチュリーセッション初登場、はじめまして、はじめまして、改めて一声ずつお願いします。はい、アンドロップのギターボーカル内澤と、ギター&キーボードの佐藤と、ベースの前田と、ドラムの伊藤です。はい、はい、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。いや嬉しいですね、2013年、はい、第一発目のゲストですから、ね、はい、嬉しいです。初登場なんですが、つい去年年末、はい、12月30日までファインドアウト、インサイドアウトのナビゲートをしてらっしゃいました。はい、まあ、その日がラストだったんですよね。そうですね、はい、残念ながら、うん、なんですか、もうジップ恋しくなっちゃった的な感じですか。いや、もうすぐ来たくなってね。早い、嬉しいですね。初登場ですから、今日たくさんおしゃべりしていってくださいね。はい、はい、お願いします。お願いします。さあ早速なんですが、2012年最後のゲスト、みそっかすから質問が来ています。その質問の答え、まずは番組のツイッターでつぶやいていただきます。はい、ツイッターアカウントは BJCS778 です。ぜひセンチュリーセッションのウェブサイトからチェックしてログインしてください。ZIPPY の皆さん、アンドロップの皆さん、明けましておめでとうございます。昨日お邪魔したみそっかすのデストロイ春吉です。マイケル・ザ・ドリームです。フランキー伊藤です。イレネさんと楽しくおしゃべりできました。また今年もよろしくお願いします。それでは今日のメッセージテーマ、今年こそ身につけたい〇〇力に関する質問です。そうですね、僕だと、今年こそ身につけたい運転力。僕はすごく運転が下手くそで、よく人を巻き込みそうになるのですが、アンドロップの佐藤さんが今年こそは身につけたいと思う能力は何ですか、教えてください。それではツイートお願いします。はい、みそっかすから質問いただきました。佐藤さん、はい、今年こそ身につけたいと思っている能力は何ですか、うん、という質問でしたが、なるほど、これまだ口頭では答えないでください。はい、はい、質問の答え、まずは番組のツイッターでツイートしていただきます。早速じゃあツイートお願いしていいですか。はい、皆さん31日、まあ、大晦日はゆっくりしましたね。ゆっくりした。もう餅をとりあえずたらふく食べましたね。ちょっと怪しい。まあ、早いね。本当なのかな、皆さん。餅はたらふく食べたね。餅に関してはたらふく。お腹いっぱいだね。食べ過ぎたね。それが言いたかったような感じですね。さあ佐藤さん、はい、どうですか、ツイート。書き終えました。OK。じゃあツイートボタンを押して、はい、いただきまして。はい。はい、ありがとうございます、はい、皆さんぜひ BJCS778 からチェックしてリツイートやリアクションをお願いします。また楽曲を聴いた感想や質問なんかもお待ちしています。その際はハッシュタグ BJCS も忘れずにつけてください。さあではここで一曲お送りしたいんですが、曲紹介お願いします。はい、アンドロップでフーフイレーヌのナビゲートでお送りしているラシックセンチュリーセッション、お届けしたのはアンドロップブーフーでした。さあ先ほど昨日のゲスト、みそっかすから今日のテーマに関するこんな質問が来ていました。はい、アンドロップの佐藤さんが今年こそは身につけたいと思う能力は何ですか。はい、佐藤さん、はい、先ほど番組ツイッターに答えを書いていただきましたが、うん、何と書いてくれたんですか。僕が今年身につけたい能力はですね、はい、魚の三枚おろしというんですか。三枚おろしね。女子目線でいいですか。はい、キュンキュン来てますね。キュンキュン来てますか。そんなマジっすか。ちょっと照れちゃうね。いや、あのね、僕去年2012年はですね、あの自炊というものを覚えた年、うん、おおすごくね、あの家でいっぱい自炊をして、ね、あの作って食べたんですけれども、うん、お魚料理というのはなかなかやっぱ作れないんですね、うん、難しい、まあ、そうだね、なんかね、うん、洗い物も大変そうだし、うん、ちょっと面倒くさいなと思っていたんですけれども、うん、まあ、今年はちょっとその幅を広げて、うん、魚も行っちゃおうかなって、うん、行っちゃおうかな、すごい。今レパートリーどれぐらいあるんですか。僕ですか、うん、結構ありますよ。例えば、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 
あるよ。ラーメンでしょ。ラーメンでしょ。うどんでしょ。焼きうどん。焼きうどんでしょ。でしょ。そばでしょ。カレーそば。何でもいけちゃうよ俺。何でもいけちゃう。ほうれん草のやつ。それまさかさ、冷凍とかじゃない。いや冷凍もあるけど冷凍じゃないのもある。ないのもある。ないのもある。冷凍もあるそうです。混ぜましたね。クックドゥとかもあるよ。あるよ。あるけどもね。いやでもそれいいですね、はい、男子力も一緒に上がっちゃうじゃないですか。卸力だけじゃなくてね。モテモテやっぱモテです。2013年モテるかもみたいな。ちなみにあの他のメンバーの皆さんは佐藤さんに身につけてほしい能力リクエストは。そうなんですか。なんかあんの？落ち着きですね。そうだね。その能力ね。そうだ、その能力ね。あとは、あと声を小さくする。TPO だよ、TPO。TPO、そうだね。わきまえて。はい。ちょっと佐藤さんにちっちゃく見えるやつ。そうか。さあ、ではもっともっとアンドロップのメンバーに迫っていきたいと思います。ということで、まだまだ昨日のゲスト、みそっかすから質問が来ています。お答えいただきましょう。それでは、まずは第1問。前田さん、今年思い切って始めてみたいことを教えてください。思い切って、ああ、海の家をやりたいです。思い切ってんな。では次の質問。伊藤さん、昨年に引き続き今年も続けていきたいことは何ですか。水泳。では次の質問。内澤さん的に新年にぴったりだと思う曲を1曲リクエストしてください。レッドホットチリペッパーズの Can't Stop ライブバージョン。お送りしているのはアンドロップの内澤さんが新年にぴったりの一曲としてセレクトしてくれました、レッドホットチリペッパーズ Can't Stop ライブバージョン。はい、いいね、素晴らしい、うん、この新年にぴったりの一曲っていうのもまたちょっとざっくりしてるんですけども、うんうん、この、うん、この曲を選んでくれた理由、はい、聞きたいですね。やっぱりですね、うん、今年ヘビ年なんですけど、やっぱり今年も止まらずに行きたいなと。ヘビ同士とのつながりが今見えなかった。やっぱりヘビに、ヘビに、ヘビに。今思いついたでしょ。止まらずにね。ヘビの勢いを持ってね。勢いを持っていきたいなと。おお、まさにこれはアンドロップの姿勢だということですね。そうですね。はい、ぴったりです。レッドホットチリペッパーズ Can't Stop お送りしました。さあ、ではどんどんアンドロップの皆さんにディグインしていきましょう。前田さん、はい、今年思い切って始めてみたいこと何でしたっけ。私はですね、今年海の家をねやってみたいなと思ってます。海の家、その海の家と言いながら遠くの方を見つめてますけど。いやいやいや、全然なんか普通に僕海の家に憧れが昔からあってね、でいつかやりたいって思ったんだけど、やっぱり思い切ってって言われたから、思い切ってやるって言ったらもう海の家かな。そうだね、そっか。何を出すの、その海の家では。海の家でもフランクフルト、ビールの焼きそば、で男のさ店員を入れてさ、何これ、かき氷、かき氷もいいじゃないの。でそのさ店員をさと一緒にさワイワイやりながらさ、いいね、夏ってもの。店員さんはマッチョ、マッチョだよ、黒いよ。俺もそうなる。だからそれまでには、そうだね、それまでそうなるし、なりたいね。海の家って結構いっぱいあるじゃないですか。いっぱいありますね。もうあの前田さんとこの海の家がいいんだよって言わせる。そうですね。何でしょうか。絶対シャワーとロッカーはあった方がいい。マジなこと言って。マジなやつ。絶対ある。シャワーとロッカー必要。あと俺思いついたよ。何？Wi-Fi飛ばそうや。Wi-Fi やばいよね。確かに。いいね。それはいいかもしれないですね。みんなでやらない？海の家アンドロップ、アンドロップ、海の家アンドロップやらない。いいですね。ちゃんと今日メモしておきます。ライブもやっちゃったりして、ライブもやっちゃったりして、サーフィンもやりたいしね。なるほどね。今年の終わりにゲストに来てくれたら確認しますから。了解しました。真っ黒になってると思います。俺もみんな待ってて真っ黒になってると思うんで。申し訳ない。さあ続いて伊藤さん。はい。昨年に引き続き今年も続けていきたいこと。水泳です。海の家とちょっとそうなんですよ。やっぱり、ね、あの僕たち水に縁があるバンドというか、はい、そうですね。水泳を始めたんです。水泳を始めたんです。去年から。始めた。そうなんです。というかあのちっちゃい頃ずっとやってたのをまた久々にやり始めたんですよ。得意な泳ぎ？得意な泳ぎ。クロール。まあそうですね。なかなか難しいですよ。他はね。あのそえなんでまた始めたんですか。
いや、なんか、まあ、すいません、真面目かって感じなんだけど、あのドラムのためです。あー、それ聞きたかったですね、まあ、筋肉がね。まあ、そうですね。そう、やっぱ背筋が欲しいなって思って、うん、で、背筋ってなかなかやっぱつかないなって思って、うん、で、なんかその、それでなんか俺が嫌じゃなく続けられることって何かなと思った時に、まあ、昔水泳やってたから水泳でもするかと思って、うん、変わるんですかやっぱり。全然違いますね。やっぱその全身運動だからすごい、うん、でしかも水泳って水の中だから怪我とかそんなにしないんですよね。そっか、うん、だから無理なく続けられるし、うん、まあやっぱ全身だからすっごい疲れるのがそのやった感っていうのも自分の中にすごい得られるから、うんうん、だから水泳いいと思います。伊藤さんがちょっとかっこいいとこ見せちゃいましたけど。そうですね、モテんじゃない。モテんだ。ああ、なるほど。じゃあそれぞれ海の家でも、水泳をしてもらうと、あとキャントストップして、ね、止まらないことがいいから、モテるのよ。モテもキャントストップなんじゃない。そうですね、うん、ああ止まらないね。止まらない。ヘビ年来たね。ヘビ年。じゃあモテ年ということでね、2013年楽しみにしていたいと思います。はい、さあではこの後はですね、ちょっとまあ去年に戻りますけれども、去年の12月5日にリリースされたニューアルバム1&0についてもたっぷりとお話を聞いていきましょうかね。はい、の前にまずは1曲お送りしましょう。曲紹介お願いします。はい、アンドロップでレインボーズ。クラシックセンチュリーセッションをお届けしたのはアンドロップレインボーズでした。さあアンドロップは去年12月5日セカンドフルアルバム 1&0 をリリースしましたね。はい、まあ、初めて今日お会いしますから、はい、遅ればせながらおめでとうございます。ありがとうございます。明けましてと一緒にアルバムリリースもおめでとうございます。なんでしょう、まあ、ちょうど年末のリリースになりましたしね、去年の年末、2012年の集大成になったアルバムなのかななんて思ったりもしました。いかがですか。そうですね、集大成的なあの2012年までもう自分らのやってた音楽の集大成的な、うん、あのアルバムになったなっていうふうに思ってます。うん、あのフルアルバムっていうからにはドカンとしてるっていうのは想定はしてたんですけど、うん、何曲入ってるんでしたっけ。全部で15曲入ってます。まさかそこまで入ってるとはっていう感想がまず最初の印象だったんですが、うん、それは狙ってたんですか最初から。いや、もう全然狙ってなくて、もうこんなに僕たちにとってもこんなに曲数入れられたのは初めてだし、もう自然とこの曲も入れたい、あの曲も入れたいっていうふうに思ってたら、いつの間にか10曲15曲になってたっていう感じですね。ワン&ゼロ、まあ、オールオーナッシングといいますか、はい、妥協を許さない中選び抜いた楽曲なのかななんて思いますが、このワン&ゼロっていうタイトル、はい、素敵ですね。あ、ありがとうございます。なんかすごい広がりを感じるようなそんなタイトルですが、このタイトルの意味教えてもらってもいいですか。そうですね、今まであのあるものを1として、 ないものをゼロとすると、なんかいろんなものに置き換えると、1とゼロ置き換えると、いろんなものの中で僕ら生活してるな、うん、存在してるなっていうふうに思ったのがきっかけで、例えば始まりと終わりの間だったりとか、あと光と闇の間だったりとか、未来と過去の間だったりとかに僕ら生きていて、そのいろんなものに1と0を置き換えてやると、いろんな1と0があって、そのいろんな1と0に置き換えたものが、あの人にとってのあの何だろう、何だろうな、最小公約数っていうんですか、いろんな人に当てはまるものになるんじゃないかなっていうふうに思って、なんかそのいろんなものをあの僕らなりにあの音にしようっていうふうに思って、うん、そういったアルバムにしようと思って作りました。うん、でもこの 1&0 ってたった一つの数字の差じゃないですか、うん、でもこの一つの数字の間に本当に宇宙があるっていうか、うんうん、そんなワンジャンプでいけるような感じじゃないですよね、うんうんうん、でその広がりがこのアルバムの中にたくさん詰め込まれてるような気もします。幅広いですよね、曲の幅っていうのも、うんうん、そうですね、もう本当になんか原点のゼロに立ち返った曲もあれば、うん、さらに新しい、今までやってこなかった、自分たちでやってこなかった新しい位置にチャレンジした曲もあったりとかして、まさに本当に自分らの1と0入れられたんじゃないかなっていうふうに思ってますね。振り幅がすごく広いです。そもそも2012年のアンドロップちょっと振り返ると、まあ、2012年のスタートってワールドワーズライツのシングルがリリースになったのが最初のリリースっていう感じでしたかね。そうですね、今年、まあ、その初めてのシングルだし、うん、あの僕らにとってもあのファーストシングルなので、もうなんだろう、初体験ばっかり、うん、
その2012年のスタート、あの曲がチョイスされたっていうのがびっくりしましたよね。うんうんうん、そうですね、あのなんて言うんでしょう、すごく今まで予定調和が僕ら本当に好きじゃなくて、うん、あのいい意味で聴く人を裏切りたいっていう思いがあったので、もうあのなんだろう、こうびっくりするようなものにしたいと思ったので、ギターも入ってない曲にだなので、このワールドワーズライツっていうのは、だからそういった意味で聴く人がすごく驚くんじゃないかなっていうふうに思って、そういったものも入った曲にしたいなっていうふうに思って出しました。その時点でなんとなくこのアンドロップの2012年の旅っていうのはなんか方向性が決まってったような、そんな気もしますが、すごく自由な旅をねしてきて、そしてそれがワン&ゼロっていうアルバムにつながったのかななんて思いますね。いろいろまあツアー回ったりもしたじゃないですか、2012年は、はい、そういうことも影響してたんですかね。皆さんどうですか。そうですね、自由になってきてましたね。そのなんかお客さんと接することによって、どん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 自分たちが解放されていった、うん、どん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 ライブでの表現が自由になっていったし、その自由さがあのレコーディングにも反映されて、作る曲にもどん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 自由になっていったので、うん、いろんな、なんだろうね、影響を受けつつライブで、うん、そうだね、なんかライブでしかさ出せない勢いみたいなものも、うん、なんか今までは音源にはそういう風にはあんまり考えてなかったんですけれども、なんか勢いも音になるんじゃないかなっていうふうに思ってレコーディングしたり、うんうん、するようになりましたね、うん、いろんなアンドロップの姿を、まあ、ライブ通して、そしてアルバムから見ることができたので、また2013年今年はどんな顔を見せてくれるのか、まあ、海の家なのかそれもね楽しみだったりします、はい、さあ今日のゲストはアンドロップです。お知らせ挟んでもまだまだお話を伺いしていきます。 Stay tuned。 クラシックセンチュリーセッション、今日はアンドロップの皆さんをお迎えしています。今のアンドロップがギュギュッと詰まっているセカンドフルアルバム「ワン&ゼロ」なんですが、原点になった曲とかってありますか、このアルバムの中で。うん、「オー」とかはまさにそうですね、1曲目の「オー」って言っちゃってます。そうです、まさに本当にあのアンドロップで初めて作った曲のさらにその前に試し弾きとかしてた音があるんですけども、うん、その音からあの作ってるのがその「オー」っていう曲なので、うん、本当にまさに原点になってる、自分たちの一番初めに出した音が「オー」になってますね。じゃあそのアルバムの最初の曲っていう意味だけではなくて、アンドロップの、うん、もう歴史の原点ってことですね。うん、そうですね、それが王ですね。そうやって考えると、まあ、2013年に今せっかくなって最初のゲストですから、うん、このその延長線上で考えて2013年のアンドロップにとってどんな1年になっていくんですかね。うん、どんな1年、どんな1年、まあでも、うん、いい意味で本当に裏切っていきたいですね、聞く人を驚かせたいし、ね、あとなんだろう、感動させたいっていうのはあるので、うん、あとどん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 いい音楽を作っていきたいっていう気持ちはずっと変わってないので、うん、そこはブレずにあのいい意味で裏切って新しいことにチャレンジしたりとか、あのかっこいい音楽を作っていきたいなっていうふうに思ってますね、うん、それがまあ2013年のアンドロップマニフェストということでよろしいですか。そうですね、はい、マニフェストです、うん、楽しみですねだって予想今もうできない、もう裏切られるってことは予想したところで全部裏切られるわけですよね。裏切りたいですね、まあでもなんかいろいろそういうふうに予想してもらいたいんですよね。こういうことがするんじゃないかなとか、いろいろなんか想像してもらって、うん、なんかそういうところも楽しんでもらいたいなって思います。アンドロップとしての活動本当楽しみですが、個人的なこう今年はこうしたい、まあ、海の家、海の家ありましたけれども、うん、今年はこういうことを絶対達成するってマニフェスト、まだ言い足りてないっていう人いませんか。まあ、僕真面目な話ですけど来たよ、僕真面目な話です、前田君、はい、僕ウッドベースやりたいです今年ちゃんと。真面目な話ですけどね。お、うん、でそれでアンドロップになんかこう新しい何かができたらいいなって。それ言っちゃってよかったんですか、裏切るはずだったのに期待を、まあ、ヒントだね、ヒント、ヒント、うんうん、そうか、どこかであ、うん、このことだなっていう日が来るかもしれない、ね、まあ、あれですね、あと早速3月にホールツアーがあるんで、うん、本当アンドロップとしてもそのホールでライブするっていうのは初めてなので、
ここでもいい意味でなんか裏切っていきたいですね、うん、なんかこういうことすんじゃないかなってホールだからって思ってるところをなんかねびっくりするようなことをやってすごい驚いてもらいたいなと思ってます、うんうん、ワンマンライブツアー1&0嬉しいことに名古屋初日はい初日です初日なんですよね、うん、3月10日日曜日日本特殊東京市民会館フォレストホール3月10日は何の日だったかな何の日ですか何の日ですか何の日ですか3月10日は佐藤の日なんですよね食べ過ぎでしたこれそうか嬉しいです ね、 そうなんですね名古屋でしかも、はい、僕の地元の地元の3月10日ねこれたまたまですかたまたまですそうなんですね、はい、ここまで膨らむとはそうなんですねいいですね、はい、そしてですね 1&0 にも収録されているレインボーズが主題歌となっている映画鈴木先生がこちら1月12日公開になりますこれ映画のために書き下ろした一曲、はい、そうですね映画の脚本を見てあと途中までの映像だったりとか、うん、あと監督さんとお話しさせていただいてあの頭の中で思い浮かんだ曲をあの形にしました、はい1月12日公開です鈴木先生ぜひ映画館へ足を運んでください、はい、さあラシックセンチュリーセッション今日はアンドロップの皆さんゲストにお迎えしました1月1日ありがとうございましたありがとうございました今年もどうぞよろしくお願いしますお願いしますまたもうあの初登場っていうのがそもそもびっくりなんですがまた近いうちに遊びに来てくださいねはいぜひ待ってます最後にこの曲を聴きながら今日はお別れですご紹介いただけますかはいアンドロップでエンドロール